フムスのアーラブ式盛り付け例、三角形に切ったピタを敷いた上に乗せたフムスフムス、あるいは本モス、フムス、フムスは茹でたひよこ豆にニンニク、練りごま、オリーブオイル、レモン汁などを加えてすりつぶし、塩で調味したペースト状の料理。レバント地方発祥の伝統的なアラブ料理であるフムスはパレスチナ、レバノン、ヨルダン、シリア、イラク。 エジプトなど中東の広い地域で食べられている。アラビア語の表記では母音の唄頭が区別されない上もともと西洋の料理ではないため、アルファベット表記は統一されていない。日本でも2004年現在、一般的な料理とはなっていないので、呼び名は混乱しており、ホンモス、フンムス、フムス、ハモスなど様々な名称で呼ばれている。アラビア語で単にホンモス、または フンムスというと、ひよこ豆のことを指す。アラビア語の正式名称は、フンムスビイコールタヒーナ。アラブ人は、オリーブ油を、フンムスに混ぜる代わりに、フンムスを平たい皿に盛り付けて、円形、または、関係のくぼみを作って、そこにエクストラバージンオリーブ油を注ぐことが多い。それから、ひよこ豆、ザクロの実の粒、刻みパセリ、クミン。 スンマークの実の粉末などで美しく飾り付ける。なお、温かい粉ムスを平皿に盛り、ひき肉や松の実をバターで炒めてかけることもある。粉ムスは、ひよこ豆で作った一種のサラダと言える。見た目は、マッシュポテトに似ていないこともない。中東では前菜を複数並べた食卓、メゼの一と品として、伝統的なピタというパンにつけて食べるのが一般的であるほか、 副菜にもなる。アメリカ合衆国やイギリスでは、大、麦パンにつけて食べられることが多い。野菜やトルティーヤにつけるディップ、ピタサンドイッチやラップサンドイッチの具としても用いられる。本来は、タヒーナというゴマのペーストを利用するが、日本では入手困難なので、ほとんどの場合、練りゴマで代用される。ゴマの代わりにピーナッツバターを用いることもある。 レバノンとパレスチナのアラブ人の村では、フムスの本家争いが起きたことがある。こぼれ話中東で、ひよこ豆料理、フムス競争、イスラエルが勝利から、CNN 派とこぼれ話、レバノンで、世界一の10トンのフムス料理イコール、イスラエルと本家争い。ありがとうございます。